放卵期って言って卵を温めて親になろうとしてる時期ですね。このままにしておくとほとんど餌食べないんでどん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 痩せてって死んじゃうんですね。こんにちは。今ですね、卵とかが今月になってだいぶ少なくなってるんですけども、でなぜ少なくなってるかっていうと、こうやって今産卵箱を見てもらってるんですけど、放卵期って言ってこの子たちは卵を温めて親になろうとしてる時期ですね。なのでもうこういう時期になっちゃうと産卵箱の中にこうやって閉じこもって、これ二太郎なんですけど、閉じこもってこの子も放卵期に入っちゃってるんですけど、閉じこもってもう出てこない、卵ないんですけど温めて、自分では温めてると思ってる状態ですね。触るとこうやって怒るんですね。これ全部放卵期で、ね、すごい怒ってるんですよ。このままにしておくとこの子たちほとんど餌食べないんで、毎回卵を産み終わったぐらいの時間帯にこうやっていつも外に出してあげてます。じゃないと1日1回ぐらいしか出てきて餌食べないんで、あとはずっとこうやって卵を温めてるんですね。お腹の下入れて、でうちでは卵を売ってるので毎回毎回こうやって卵を取っちゃうので、この子たちは卵を取られたってことを気づかないのでずっと温め続けるんですね。ひよこが帰るとその放卵期が終わるんですけど、一生帰らないのでずっと放卵期のままなんですね。なのでうちではこうやって毎回放卵期になったやつをこういうゲージの中に入れて2、3日この中で過ごしてもらって温めれない状態を作ります。そうするとこの子たちも放卵期っていうことを忘れてもう一回また卵を生み出すので、こうしないとこの子たちずっと放卵期の状態で餌食べなくてどん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 痩せてって死んじゃうんですね。だから自然養鶏ならではの放卵期だとは思うんですけど、本当こうなっちゃうと1日1回も出れない子が、奥の子とかはもう詰まっちゃって1日1回も外に出れないので水も飲めない状態なんで、1日2回ぐらいは全員出して水とか餌とか食べさせてますね。もう入れませんよ、入れない、君も入れないの。1羽入れるとどん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 次入っていくんですよね。これは1羽がおそらく卵を温めてるって勘違いするんですよね。で自分が温めたいからって親になりたいからってその横取りしようとして入っていくんですよ。だからこうやってこの子をここ入れてやるとここにどん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 また入っていくんですよね。なんか多分鶏を見て、あ卵持ってんなとかって判断してるんだと思いますね。で今腹の下に行ったじゃないですか。腹の下に隠してるだろうっていうので腹の下行って、でも持ってないので、でも結局この子たちは今温めてるつもりなんですよね。全部これが分かんない、卵なかったらもう放卵期に入らないっていうんであればいいんですけどね。卵があってもなくても関係なしに放卵期に入っちゃうので、でこの子たちは取り終わって放卵期のままなんですけど、また明日放卵期になってない子が卵をここに産みに来たら、その卵を今度温め出すので、だいたい3日ぐらいですね、3日4日かな、まあ、でもその時によりますね。なんか入れてもう卵を産み出す子もいるんで、卵を産み出したらもう溶けてる証拠なのでもう出してみますし、まだこうやってなんか手を入れた時に怒ったりするとまだ溶けてないとかいうので、そういうので判断して出す日程を決めてますね。
まあ、長くても1週間もかからないので、まあ、1週間かかるやつもいるか、まあ、そのぐらいですね。なので、まあ、全部が全部、ね、養鶏場でこうやって放卵器があるのを飼ってるわけではないので、まあ、うちがちょっと特別な感じかもしれないですね。以上です。ありがとうございました。